2番の成清隆之、今日は立地区小原との連携です。6番の須藤誠まで続いて残り2周回、地元勢の並走を通過していきました。4番小原忠志、まずは主導権をつかむ形。北日本の2人も乗っていまして、うちでは譲らないか。1番の高橋貴月、中段がもつれそうで、さあ4番小原忠志が逃がされる格好となるのか。2番の成清、6番の須藤、マーク陣が牽制しながらも内を救っていく1番の高橋、さらに9番の朝倉後ろは牛目さばきながら、さあ7番の武田との競り合い、前では6番の須藤も1番の高橋の進出を阻みます。外目から5番の阿部拓磨、外並走が続いて3番の伊藤大志が浮きました。さあ先頭4番の小原忠、2車身リードで2番の成清が車間を切っている。6番須藤誠、この3人のラインで1番の高橋貴月が最後はまくり追い込み、そして競り勝って7番の武田健介が迫るが、さあこのトントンとしてきた中、1番の高橋貴月が抜け出す。高橋貴月ゴールイン。2着2番の成清隆之、3着はどうか。